へー、うべんでやというわけで本日はこちら浅草駅から徒歩5分ぐらい浅草製麺所さんにやってまいりました。いやー、なんでもこちらのお店ね、先日ラーメン食べ放題のお店で、いやラーメンの食べ放題って珍しいですよねって言った瞬間もうすぐ出てきましたね。つけ麺食べ放題のお店ということなんですけれども、意外とね浅草食べ放題グルメが充実しているのかもしれません。というわけで先日から始まりました新生活応援キャンペーン食べ放題ウィークということで、本日はこちらのですねつけ麺どれだけ食べれるのかっていうチャレンジをですね勝手にやってみたいと思います。果たしてどんなつけ麺いただけるんでしょうか。楽しそれでは今日も張り切ってくくくはい、というわけで今回も懲りずにやってまいりました。2200年 TV さんとのコラボ動画を挟んでいるとはいえ、食べ放題ウィーク4日目ということでね、ここ最近は食べ放題ばっかり食べてるっていうんでね、40歳のおじさんの胃腸の限界そろそろね近づいてるんじゃねえかななんて思ったりもしますけれども、こちらの浅草製麺所さん、製麺機がねございましたけれども、お店でね、麺を作ってるっていうことでね、その心意気をね感じますよね。なくなったら作りゃいいんだみたいな感じでね。はい、というわけでお店はですね外国人観光客の方とかで盛り上がってました。それでは現場の竹永さん。はいはい、こちら現場の竹永です。はい、というわけでこちらが担々つけ麺の食べ放題に盛りかごトッピングでございます。こちらね、お盆が到着した瞬間、つけだれのごまの風味がね漂ってくるんですね。そしてこうね、中華料理によくあるピリ辛のスパイスの香りなんかも感じられて、これは本当にね10玉ぐらい食えるんじゃないかななんて思ってますね。それでは早速いただいてみましょう。はい、こちらのね太麺のちょっとちょっとだけ縮れたタイプの麺ですね。自家製麺ということなんですけど、ごまの担々スープが麺によく絡みますよね。ごまだれがね濃厚で、下手したらねしゃぶしゃぶのあのごまだれなんじゃないかなっていうぐらい結構ねドロドロしてますね。おいしい。はい、というわけでこちら一皿目二玉完食です。はい、というわけで担々ダレにはねこんな感じで野菜もたくさん入ってるんでヘルシーですね。はい、それでは盛りかごのチャーシューいただきたいと思います。こちらねたつけダレにつけて、うーわこれねごまダレの風味と豚の脂身の甘さが口の中で混ざり合って、これほんとすいません、空振りしてしまいました。お肉の部分は歯ごたえしっかりで、で脂身の部分は口の中に入れた瞬間にね口の温度でじゅわっと溶けていくような感じで、これほんとに おいお医者せ、お医者せですね。はい、それではこちら味玉いただきたいと思います。うん、温度はねちょっと冷たいんですけれども、うん、しっかり味が染みてて美味しいですね。はい、それではこちらおかわりの2皿目2玉ですね。はい、というわけでこちら手慣れが濃厚すぎて麺に絡んでなくなっちゃうんですね。というわけで醤油味のつけだれ追加注文してみました。
はい、それではこちらの醤油スープいただいてみましょう。結構カツオの出汁がガツッと前面に出てくる感じで、味が変わって美味しいですね。はい、というわけでこちら2皿目完食です。いやー、意外ときついですね。はい、というわけでこちらおかわり3皿目、これ食べて6玉ですね。はい、それではこちら最後はデザートに取っておいた味玉いただきたいと思います。はい、というわけでこちら完食です。はい、というわけでいただいてきましたけれども、いやー美味しかったですね。で、心ゆくまでも思う存分つけ麺食べられるっていうのがね、安心感があると言いますか、とっても心強くってツルツルいけちゃいましたね。そして聞くところによると1玉 300g ということですので、だいたい6玉で 1800g、 1.8kg で、トッピングだとかなんだかんだで、まあ、2kg ぐらい食べたんじゃないかっていうことでしたね。いやー、お腹いっぱい大満足でしたね。というわけで皆様もお近くにお立ち寄りの際はぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。なおですね、毎度おなじみこちらからピヨッとカード出てまいります。そちらに関連動画やアンケートなどを添付してございますので、合わせてチェックしていただけるとありがたいなと思います。そしてこの動画の最後、終了画面のど真ん中にチャンネル登録ボタン、竹永おすすめ動画なんかもありますので、合わせて見てみてください。以上、こちら浅草製麺所さんよりお送りいたしました。ごちそうさまでした。バイ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